皆さんこんにちは。今回は再現料理祭参加作品ということで、あの伝説のアニメダイナミックコード5話に登場するスパスタとサラダの食卓を再現しました。作中ではやたらと主人公デイにベタ褒めされていたこの食卓ですが、果たしてその味やいかに。早速作ってみましょう。まずはサラダの仕込みから。中央の緑の強い物体はブロッコリーだと思います。房の部分は木の部分から切れ目を入れて裂くようにすれば、つぼみがばらけないです。外周に置かれているのはおそらく、パプリカでしょう。赤パプリカと、パプリカを細い短冊状に切ります。塩を少量入れたお湯でブロッコリーを1分茹でます。茹で上がる15秒前にパプリカを加え、軽く火を通しておきます。パプリカは生でも食べられますが、少し火を通すと甘みが出ます。茹で上がったら、ザルに取って冷ましておきましょう。続いて串型状の物体ですが、これはカラートマトでしょう。スーパー5軒をはしごした末にようやく発見しました。こちらも作中の通り串型切りにします。しかしこんな入手のめんどくさい食材を常備してるとか才能あるんじゃないか、この料理人。最後にそこに敷いてある葉っぱみたいなやつですが、色味的にグリーンカールを使います。芯を取り食べやすい大きさにカットしておきます。ブロッコリーの大きさも整えて、サラダの準備は完了です。さて、問題のスパスタなのですが、これ、よく見てみると、2種類の具材が確認できるんですよ。アニメの引きの絵だと、緑の粒っぽいものは、かろうじてわかりますが、実はもう一つ、白い角切り状のものが混ざってます。スパスタはスパスタじゃなかった？完全に見た目からの推測になりますが、白は玉ねぎ、緑は青唐辛子を使用してペペロンチーノっぽく仕上げてみようと思います。玉ねぎは皮を剥き、4分の1個分をみじん切り以上、角切り未満の大きさに刻みます。多少粗めの方がそれっぽく見えます。青唐辛子と間違えて買ってきてしまった甘党はヘタと種を取り、1本分を粗めのみじん切りにします。青唐辛子を使う場合も1本分で OK です。両者の仕上げにかかります。まずは、ダイナミックコード5話を参考に、サラダを盛り付けます。さらにグリーンカールを敷いて、中央にブロッコリーを置き、トマトとパプリカをバランスよく並べていきます。今回用意した皿が小さすぎて、だいぶ窮屈な感じになってしまいました。無印で見た黒い大皿買っておけばよかった。ごめん。と、さすがに味付けなしの山盛り野菜じゃあれなので、ドレッシングも作ります。オリーブオイルとワインビネガー 25ml ずつに、レモン汁少々、塩コショウ適量、加えてよく混ぜ合わせたら完成。これならサラダの色合いも邪魔しません。メインディッシュの調理に入ります。フライパンにオリーブオイル大さじ1を熱し、唐辛子の辛味を抽出します。唐辛子を除いたら、玉ねぎ、甘党を加え、焼き色がつかないように炒めます。火が通ったら取ったの茹で汁をお玉1杯ずつと顆粒コンソメ小さじ2分の1を加えます。茹でたパスタ 200g を茹で汁を切らずに加え、ガーリックチップ少々と茹で汁で味を調整します。仕上げにバター1かけを加えてなじませれば完成です。入れた具材がちょっと多かったので原作順序で控えめに盛り付けます。最後にサラダにドレッシングをかけて完成です。偉大なる原作様との比較です。まあまあ良い感じにできたんじゃないかと思います。で、肝心の味ですが、ピリ辛のペペロンチーノに玉ねぎの甘みとバターのコクが加わり、少ない具材ながら美味しいパスタに仕上がりました。でもやっぱりちょっと寂しいです。他に肉料理の一つでもあればまた違うんですが。サラダの方も野菜盛りだくさんで美味しいには美味しいのですが、あのパスタと組み合わせると寂しさが増します。客人に振る舞うにはどうなんだこれは。美味しいんだけど寂しい、そんな不思議な気持ちになる再現料理でした。ごちそうさまでした。今回の再現料理はいかがだったでしょうか。ダイナミックコードは非常に面白いアニメなので皆様もぜひご覧ください。また、時間があったら別の作中料理も再現したいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。